小脸是所有女孩的梦想。今天编辑来到东京，亲身体验一款很红的小脸矫正术。创办人佐藤惠美子更红到欧洲，前几天才刚从巴黎飞回来。这是一种不用侵入式医美就能达到小脸矫正的按摩手法，一般整骨都会疼痛，但佐藤老师使用的手法非常轻柔，90分钟的疗程便几乎都要睡着了呢。当然按到穴位时还是会有微酸感，老师会从头部、脸部一路按到肩颈，最后敷上自行研发的拉提面膜。是不是真的有差呢？不仅脸小了，光泽也明显增加哦。皆さんこんにちは、パラフェイスの佐藤恵美子です。そういったものは一切必要ありませんので、サロンに通っていただくだけで大丈夫です。顔が大きくなる原因というのは、一つに加齢、老化の問題があります。骨というのは23個のパズルのようにできてまして、それが少しずつ、時間とともに広がっていきますね。でそこの隙間の間に老廃物がたまっていくんですけども、これを日々の生活、例えば右を下にして寝るとか、左だけで噛むといったことで少しずつズレが生じてきます。これを元の状態に戻すということを私は行っています。台湾の方にまずアジアの、中心というか、アジアで一番活気のある台湾からスタートさせたいと思っております。